はい、どうも皆さん、こんにちは。あれ大丈夫ですか。こんにちは。体育長の皆さん、こんにちは。いきますよ。あ、入ってない。いちかちゃんで終わりじゃないですよ。まだおじさんたちが怒ってます、ね、そうなんです。かまった昭和のパワーっていうのを今日は感じて皆さん帰っていただきたい。そうですね。我々もブランクを感じさせないすごい演奏、ほんと目に焼き付けて帰ってください。知ってる曲、まあ、3曲があるんです。そうですね、知ってる曲もありますので、皆さん本当によかったら口ずさんで誰もが前に出てきて歌ってください。もう歌って踊って、そう歌って踊って騒ぎましょう。そういうお祭りですよね。ですよね。違いますか。行きましょう。行きますよ。いいんですか。座ってていいんですか。大丈夫ですか皆さん。少し立って足伸ばしましょう。ほら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 、パラ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 と立ち上がってるよ。これなんですよ、お祭りって。フェスはこれですよね。皆さんやりますよ。信号立ちなさい。信号切るのいいとこでしょ。We'll be right back.
ぜひ僕らもやってみたいと、久しぶりに楽しもうよと、ということで今回ここの大樹町に集まりました。皆さんと一丸となるために来ました。だから皆さん心開いてよ。それでボーカルって僕いつも思うんです。何が大事なんだろう。ソウルとか歌唱力、違うんですよ、メンタル。こうやって話すメンタルです。Thank you.
もう四十なんてくたくたなんですけどね、もう一曲いかせていただきたいと思います。いや、三曲ってちょうどいいっす。最後、もっと有名な曲だよね。みんなで本当に歌ってほしい。恥ずかしいとかじゃないから、一番恥ずかしいのは俺だから。俺もダメだ、俺歌詞間違えたから。気づいた人、伊藤君が歌詞間違えてるから。じゃあすいません、最後に皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。あと1曲になります。はい、楽しんでってください。広い地球と数ある一つ、青い地球と広い世界、両親、あの心には届く小さな島を、あなた